君が訓練場のボス？ドクターって君の名前？でも君丈夫そうに見えないぞ。私はフェン、槍使いです。新米チームの隊長もしています。報道予備隊 A6 カタパルト着任です。さてさて、あんたはあの子？呼ばれている。お前もそう呼んでいいぞ。ここには食堂っていう好きにご飯を食べれる。彼女は部族に崇められし、サンタラの木の下で生を受けました。そしてその木の名は彼女の名前となり、コードネームとなり、命の一部となったのです。ある日、追放された彼女は部族のもので再びこの名を冠する権利を得ました。今後彼女は新たな族長のために力を尽くすことでしょう。交流のためにラテラーノ教皇庁第6庁からロドスに派遣されたスプリアよ。そうだ、安全検査を避けるために。今日からお世話になります。術師のスチュワードです。あれれ、ここはどこ？僕は誰？協力することになった以上、道中で異常な現象に出くわしたときは私が代わりに対処しよう。コードネームティフォンでいい。これは母が残してくれた角飾りにあったのだが、恐ろしい響きだという人もいるようだが。ガーミル、ハンターだ。俺に仕事をくれ。
大きな口を叩いて雪崩を呼び起こし、サーミンは本当の安永に気づくこともなく死んでしまった。お前たちはそうなってはいけない。そうさせないように私がついてやる。